他のオートメイルと比べ物にならないくらい高度だけど、なんといっても全体のバランスよね。武器を内蔵するために徹底的に外装のスリム化がされてるのね。それでいて、あの運動量と衝撃に耐えられるだけの高度を持ってるなんて。見たところ材質は鋼だけど、熱処理の方法が。いい天気だな、アルフ。そうだね、兄さん。ねえ、パニーナ、このオートメールを作った技師を教えて。いいけど。すごい偏僻なところに住んでるから、案内が必要だよ。私が案内してあげるからさ、代わりに今日のスリの件は見逃してくれる？うん、見逃しちゃう。待てー、勝手に決めんなよ、ウィンリー。ダメだ兄さん、ああなったらウィンリーは止まんないよ。ほらほら、さっさと歩かないと置いてくよ。置いてくって、なんで、なんで俺がこんな山奥まで突き合わされなきゃなんねんだ。ところで、あれ、はあ、冗談だろ。一体何だってんだ。そんな、あはは、へへい。冗談だろ？あれ？一体何だってんだ？くそ！もう終わり？まったく。やってみよう。行け。あれ？
可愛い人ね。行け。私に任せて。うりゃ！こうだ！嘘だろ。悪いな。それ。行くわよ。うりゃ！確実に。見つけた！いただきます！悪いな！それ！悪いな。それ。ふっ、はい。
もう終わり？ここでペルソナだ！こうだ！あれ？悪いな！それ！私に任せて。食べていい？やってみよう。行け。まったく。嘘だろ。行くわよ。まったく。もう終わり？行くわよ。ここでペルソナだ！こうだ！本当に愚かで弱い悲しい生き物ね。行け。
れ？あれ？こんにちは。パニーニャ、お前こんな山奥までこまめによく来るな。今日はお客さんを連れてきたよ。この子は整備士のウィンリー、ドミニクさんのオートメールに興味があるんだって。珍しいね、こんな若い子がオートメールになんて。パニーニャ、今日はお友達を連れてきたの？サテラさん、こんにちは。ちょうどよかった、今お茶にしようと思ってたのよ。みんな一緒にどうだ？この人がドミニクさん？全然不愛想じゃないけど。あはは、違うよ。俺はリドル、リドルレコルト。こっちは妻のサテラ。不愛想なのは俺の親父のドミニクだよ。ドミニクさん、こんにちは。なんだ、また来たのか。なんだはないでしょ。この足の支払いもあるのにさ。いらんと言ってるだろうが。相変わらず冷たいな。お父さん、パニーネがお客さんを連れてきたんですよ。客？カルバリン法ってのはな、男のロマンだ。ロマンじゃなくて趣味でしょ。女の子の足にこんなもんつけるかな、普通。うるせえ、俺の芸術にケチつける権利はおめえにはねえ。そうそう、芸術よ。通常の機能に加えて両足に武器内蔵、それでいて外観は損なわずにシンプルに。無駄のない設計はまさに芸術だわ。いける口だな、小娘。うぅ、入り込めない世界。この中に子供が入ってるんだ。わあ、感動。あと半月ほどで生まれるんだよ。さすがに重くてしんどいわね。触ってみてもいいかな。どうぞ。おお、すげえ。なんかよくわかんないけど、すげえ。妊婦さんのお腹に触るの初めてだ。元気に生まれてきてねって願いながら触ってあげてね。そっか、僕たちもこの風に母さんのお腹の中に入ってたのか。なんだか不思議だな。私も自分の中にもう一つの命があるのってとても不思議に思うわ。赤ちゃんは母親の中で280日過ごして生まれてくるんだって。本当に不思議ね。誰も教えないのにきっかり280日経つと出てきちゃうのよ。小さくてもちゃんと意志を持った命なのね。うん、やっぱり決めた。ドミニクさん、私を弟子にしてください。
やなこった。もう少し考えてくれても。うるせえ、弟子は取らねえ。そこをなんとか、こう、ちゃっちゃと俺の身長が伸びるオートメールを伝授してくれませんかね、社長。帰れ、このミジンコ。ミジン！ドミニクさん、お願いします。弟子なんざいらん。そう言わずに。帰れ。ミジンコって言った！ミジンコって！エグ、うっさい。ごめんね、うちの親父頑固者だからさ、諦めてよ。おう、さっさと帰れ。